昔から語り継がれた伝説がある。この世の中には7つのドラゴンボールという玉が散りばめられており、その7つのドラゴンボールを集めて呪文を唱えるとシェンロン、つまり竜の神様が現れて、どんな願いでも一つだけ叶えてくれるというのだ。
花よりもこのリッチストーンの方が美しいと思わんか。貪欲なお前たちのおかげでこの国はめちゃめちゃだ。出てってくれ。いつでも出てってやるぜ、俺に勝ったらな。奴らがグルネスをたぶらかしちまったんじゃ。許せない、絶対許せないわ。もっとうまいものだ。やっぱ飽きまへんか。なんということだ。今まで食べた料理以上にうまいものしか喉を通らんとは。残りのドラゴンボールはどうした？グルメス王様、お喜びください。ドラゴンボールの位置が確認できました。そうか、この世のどこかにまだわしの知らぬ珍味が隠されておるはず。世界中の腕利きのコックの味ももはやこれまで。この上は戦論に願うほかない。その暁には何でも使わす。このままでは飢え死にしてしまう。このひもじい思いから逃れられたら何も惜しみはせん。残りのドラゴンボールを手に入れるんじゃ。急げ。怪物め、あ、生きて
妖怪が。さてはオラの獲物を横取りしようってんだな。そうはさせないぞ。ぐらいで死ぬか。オラの体はステンレスのように鍛えてあるんだ。妖怪め退治してやれ。ちょっとカンナ、私妖怪じゃないの。人間よ。人間、うん、本当当たり前でしょ。ほら、あんたと一緒でしょ。オラと違うな。ひょろひょろっとして弱そうじゃないか。そりゃだってしょうがないわよ。私女の子だもん。ほんま？お前女か。田舎もん。あんた女の子見たことないの？ちっちゃな他に人間見たの初めてだ。しっぽもないんだな、女は。え？じっちゃんの形見だ。よくも人の。じゃあ、あんたがドラゴンボール持ってたのね。ドラゴンボール？よくご覧なさい。星の数が違うでしょ、あんたのおじいちゃんのと。ほんとだ。ほらのおじいちゃん星4つなのに、これ2つしかねえもんな。通信中よ。こんな簡単に手に入るとはな。もっと急いで。なんでだ。わけは後で。あんたのおじいちゃんが危ないのよ。どう、盗まれてなかった？じっちゃんがこんなのになっちゃった。俺、ドラゴンボールがこんなんで買えると思ったのか。きっと、あいつらだわ。あの鳥がか。鳥じゃないわよ、飛行機よ。飛行機？飛行機ってなんだ。さあ、追いかけるのよ。追いかけるったって、ほら飛べねえもんな。五番か。ほら、離れて離れて。ほら！ちょっと早く乗って乗って。妖術だ。お前やっぱり妖術使いだろ。妖術じゃないって。ぽいぽいカプセルぐらい200度常識よ。もう。ほら、急がないと、あんたのおじいちゃん持ってかれちゃうわよ。おそれもグルメ層に渡しちまうのか。とりあえず、リッチストーンの方が価値があるからね。しかしグルメ像はどこへドラゴンボールを隠してやがるんだ。ドラゴンボールが揃ってからのお楽しみ。降りなさい。ドラゴンボールを返せ。これ返すからさ。何が言ってるぜ。返事してやったらどうだパスタ。そうね、せっかくお代払ってあげたのに欲の深い人たち。
ドラゴンレーダーだ。なかなかやるじゃない。とどめよ。調子に乗るんじゃないわよ。今だ。欲張りは危険なのよ。結婚しろ。この痛いな。くそ、言うことを聞かないと食っちまうぞ。助けて。化け物。さあ、俺と結婚するんだ。結婚ってなんだ。なんだお前は。俺は悟空だ。弱い者いじめはしちゃいけないって死んだじちゃんが言ってたぞ。あのバカ。笑わせるなチビスケ。俺様に立てつくと痛い目見るぜ。何せ俺様はすっごく強いから。うわあ。そうだ、さっさと逃げる。なんでだ、さあ来い。生意気な。よし。自信じゃないか。それほど言うならこの木が倒せるか。こんなの軽い軽い。嘘つきは泥棒の始まり。えげ。
おい小僧、生きてこの森から出たかったら金かホイポイカプセルを置いていけ。なんだお前、母イエナヤムチャという大悪党だ。こいつのおかげで森の平和はめちゃくちゃなんだよ。お前人のこと言えんだろ。そいつ変身幼稚園で女の先生のパンツ盗んで追い出されたんだ。やーい、スケベスケベ。なにをくー、 お前強いんだよな。うん、強いぞ。ヤムちゃん、お前らにやるものは何にもない。怪我しないうちに消えな。おお、貴様らそんなに天国を旅したいか。いえ、よし、あとは任せたぞ。やっつけて。なんであいつをやっつけんだ。悪いやつなのか。よく会話聞いとれ。悪いやつなんだよ。俺たちを殺すつもりなんだ。こら、お前なんで俺たちを殺すんだ。頭の悪いやつめ。うわっ、歌がスケベで悪いか。だいたいあんたもこんな時間に何してたの。ごめんなさい、実は私、無天道士様を訪ねて南の島へ旅の途中なの。無天道士。ああ、俺聞いたことあるぞ。何でもすげえ武術の達人で世界一強いやつだって。別名を亀仙人って言うんだ。はあ、俺も会ってみてんな。南か、方角は一緒だけど。お願い、一緒に連れてって。で、あんたその亀仙人っていう人に会ってどうするつもり。私たちの国を作ってもらいたいの。国を。ええ、リッチストーンを掘り出すために国のみんなが苦しい思いをしてるの。リッチストーン、なんだそれ。世界一高価な宝石のことよ。宝石。うるさいわね。
ドラゴンボールみたいに綺麗な石のことよ。うるさいって言ってるでしょ。ほら、何も言ってねえぞ。それで、みんなを苦しめている悪い奴らをやっつけてもらうの。リッチストーンが発見されて、国王のグルメスはだんだん贅沢なものしか食べられないような怪物になってしまったの。それで、少しでも美味しいものを食べるために、たくさんリッチストーンがいるんだって。怪物？そのために、山も湖もあちこち掘り返されて、みんなの畑や家なんかも壊されて。でも強い軍勢がいるから悔しいけどやめさせられないの。そして花も山も空もみんな死んでしまった。今では何でも願いを叶えてくれるという7つのドラゴンボールを探しているとか。ドラゴンボール？じゃあ、じっちゃん持ってったのはそいつらか。通りで東の方角にドラゴン反応が集まってるわけだわ。それでどうしても無天道士様の力をお借りしたくて。聞いたか、プーアル。ええ、しっかりと。何でも叶うドラゴンボールか。本当にうまくいくんでしょうね、ヤムチャ様。任せておけ。亀仙人に勝てる者はこの世にはいない。まず亀仙人にあのガキをやっつけさせてドラゴンボールを奪えば一石二鳥。ヤムチャ様は何をお願いなさいます？俺か？俺は女の前に行っても上がらないようにしてもらうぞ。あのヤムチャ様、どうせなら天下を取るとか大金をもらうとかにした方が。何を言う。俺は天下には興味がない。金は盗めばいい。しかし女が苦手なのはどうしようもない。俺ははっきり言って結婚というものに憧れている。女が好きには好きなんですね。行くぞプーアル。はい、ヤムチャ様。その時こそ最高に美味しい料理がこの喉を潤してくれるのだ。あ、見えた見えた。すげえ、でっけ川だったな。お前海も知らんのか、田舎もん。おいや。亀仙人だ。わしを殺して名を上げようというのは坊主、お前か。え？しかし、そう簡単にはやられんぞ。考え直すのは今のうちじゃ。違います。その人は私の命の恩人です。無天道士様の命を狙うなんて、そんな。何？と言っとるが。旦那か、騙されてはいけません。こいつらこそ大悪党。あ、お前昨日のやつだな。特にこいつなんかは。めちゃくちゃ強い悪ガキ。まあよい。どちらの言い分が正しいかすぐにはっきりすることじゃ。はい、キントン。なあ、もう来ないわよ。あ、こっちか。なんだこりゃ。キントンじゃ。これに乗れば意のままに空を飛ぶことができる。はあ、空を飛ぶことができんのか。すっごいじゃろう。ただしこの金刀は清い心を持ってないと乗ることはできん。つまりいい子でなくてはダメということじゃ。どれ、わしが手本を見せてやろう。ほほー。
大丈夫ですか？おかしいの。コロナ乗ってみる。わっ、わー、乗れた乗れた、かわいい。なかなかの雲さばきじゃ。これで嘘つきは誰かはっきりしたの。ありゃりゃ、逃げてしもうたわい。ん？どうじゃ、きれいじゃろ。100年ほど前に海底で拾ってな。間違いない、ドラゴンボールだわ。それちょうだい。ん？ま、やらんこともないが。本当？ただし。ただし？パイパイつつかせてくれたらな。先生、仙人様とあろうお方が、なんということを。いいじゃねえか。仙人だってたまにはパイパイつつきたいわ。キントーンに乗れないわけわかりましたよ。いいわ。その借り先払いよ。冗談じゃないぜ。なんで俺がお前の代わりにつつかれなくちゃいけないんだよ。あんなじいさんに気色悪い。後でパンティーあげるから。えにゃ。なんでそのブス、もっとよく見なさいよ。うっせえな。これでどうだ？あ、びっくりした。一瞬どうしてこんなところに女優がいるのかと思っちゃった。え、よく言うぜ。ちょっと何やってんのバカ。まだかいの。はーい。あ、気がついたからもう。ごめんなさい。早速つつかせてくれ。あら、つつくだけでいいの？あ、パフパフの方がいいんじゃない？パフパフ。おっぱいとおっぱいの間に顔をはしゃんでパフ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 グレーパフ。バカ、そこまでサービスせんでも。じゃあ行くわよ。あ、ドキッ。まあ、おあつらえ向き。二つとも揃ってるわ。長い気がするもんじゃの。マスター最新中だ。もう一つを取り損ねたわ。こうなったらこの船ごと突っ込むわよ。了解。のカメハウスを。おにゃれ。あ、危ないわよ、おじいちゃん。
教えてくれよ。ほほほ、無理じゃよ。カメハメハを習得するには50年は修行せんとな。50年もか。やっぱり無天道様におすがりするほかないわ。ぜひ私の国を救ってください。そのためには無天道様が。あのじいさん、調子のいいこと言っちゃってさ。しかし、わしはもはや俗世間を離れておる身じゃ。それより、ほれ、お前さんにはいい仲間がいるではないか。時には一人ぼっちになる時もあるやろう。しかし、人は人同士助け合うもの。仲間と力を合わせてこそ、真の願いは叶えられるのではないかの。いつの世でもな。あんなスケベのどこが俗世間離れてんだ。ほら、元気出しなさい。任せといて。グルメスなんか懲らしめちゃうから。なんで、自分の願い叶えてもらいたいだけじゃないの。あ、そういえばまだ聞いてなかったな。ブルマ、お前の願いって何なんだ。おーほほ、言わなかったっけ。素敵な恋人よ。あら、まあ、そんなしょうもないことに俺付き合ってるわけ。しょうもないと何。豚には分かんないのよ。ね、本当にちょうだいよ。なんだ。何、最後のドラゴンボールが。はい、ドラゴンレーダーによりますとこちらに向かっております。そうか、いよいよわしの願いが叶うのじゃな。お任せを。見えてきた。撃ち落としても構わない。ドラゴンボールは後でゆっくり探す。
今はそれどころじゃないだろ。お金も欲しいですね。お見事ウーロン。また来たわよ。頼むわねウーロン。わかった。こんにちは。やめて様。さあ、ドラゴンボールをお渡し。誰が渡すもんですか。いい度胸ね。
愛を言え。私は、俺はリッチストーンなんかいらないから、私の国を元通りにして。夢が、ああ、ちっちゃん飛んでっちゃった。腹減った、うまいものが食いたい。マイ、これはリンゴです。リンゴ、ただのリンゴか。そうだ、あんたが踏みにじってきた多くのものの一つだ。パパ、そんな、は？パパ、バジ、パパ、これ返す。おかしい。